ったタイプなんだよね。うんうんうん。じゃあこれにしましょう。これに、これ、うん、これですね。そうそうそう。あ、面白そう。あ、今ね、精神を集中している。何か一点を見つめてますね。何が来るかなと思って、決まりました。はい。てれん。ラジオでネーム。初めての。ラジオネーム。山田みたいな。ラジオネーム。おねえって。D の左手さんからのお題。もしもキャスカが、うわぁ、サザエさん風の次回予告をしたら。そうですね。あ、さーて、来週の勧誘部は、何々の3本です。そうです。3つのネタも考えないといけないってことですね。うん、そこを、その〇〇〇も考えないといけない。そう。タイトルはね。これはこう、エンジンというか、難しいなそこの3本にかかってますね。そこのチョイスでしょう、ね。面白いもの。面白いもの。でもね、あの、はい、トアの、このコーナーにおけるクオリティの高さは定評があるんですよ。はぁ、あの、俺がグダグダだから。いや、私今日ちょっとやばいっすよ、これ。追い詰められると強い感じなんですかね。全然浮かばない。今までの彼女の、その、残してきた足跡を考えると、はい、ここは、もしかしたら一つのハードルなのかもしれない。お、今回。これを乗り越えた先はもう、もう、なんて言うんだろう。これ幸せしかないね。多分。相当のこれ、彼氏もできるし、お、うん、仕事もバンバン来る。来る。来る来る。だって。全然俺らのコメント聞こえてないけどね。うん、これガチ、ガチ悩みですよ。うん。これでも考えられる。あ、面白くない。だって、自分の考えられるところが少ないから、すっごい難しい。まあね、言うなればキャスカさんっていうね。そうです。キャスカさんですよ。キャスカさんだからね。うん、最後、宝弾を引き連れてみんな後ろでバッと、家に引き連れてこう、笛吹きながらこう。あのちっちゃみの、そう、家にね。ポンってこう、火が伸びる。パンって。城が伸びるわけですから。難しい、これ。どうですか、キャスカさん。キャスカさん。キャスカでございます。そうでございますね。はい。肌捨てかけていっちゃうんだろうね。戦場、戦場で。しちゃいますから。OK っす。お、お、なんとなく。どうやら来たようです。素晴らしい。これ見ながら言ってもいいですか。はい。じゃあ行きましょうか。ラジオネーム D の左手さんからのお題でございますね。もしもキャスカがサザエさん風の次回予告をしたら、まで、3、2、1、9。さーて、来週の勧誘部は、キャスカです。この前、体調が悪かったら、戦い中に川に落ちてしまいました。さーて、来週の3本は、ゾット、飲みに悩んで10位へ行く。ピピン、最初の言葉は敵襲。ガッツ、ドラコロをなくして大あらわの3本です。お楽しみに。来週もまた見てくださいね。じゃんけん、ポーン。おー、素晴らしい。キャラクターを最後まで全うしましたしね。3本も、うん、作品になぞらえながらしかも見たくなる。そう。しかもその、3本のタイトルを言う前の、ちょっとフリートークみたいな。ありましたね。だってサザエさんあるじゃないですか、あれもちゃんとドドレ攻略の。枕まで。あ、素晴らしいね。体調悪かったんだ。相当悪かったもんね。相当悪かった。いや、すごい。今日一番今までで手が震えてます。難しかった。最後のうふふの笑い方もちゃんとキャスカっぽく。ちょっとね、こう、ニヒルなね。そう。っていう、戦う女みたいな。いや素晴らしい。いやー、疲れた。ドラコロなくして大笑わです。浮かばないですよ、そんなワード。ハリガッツでございますけど、本当に。カツオみたいな。乗り切った。カツオみたいな。さあ、かわいいな。我々3人の